二軍にも外国人が何人かいるでしょ、どこのチーム行っても。はい、いますね。調整で行ったりとか、うんうん、ちょっとね、不調だから行ってきたりとか。あの頃は一軍にしかいなかったから、外国よ。あ、そう。二軍にいるっていうのはない。はい、だ、いるのはペルドモとペレス。誰。広島の。<laughs> はい。ペレス。ソリアーノ。ソリアーノってメジャー行った人。そう。あ、でも二軍なんですか。あ、そう、カープアカデミーがあって、はい、そこから広島に。 2軍に来て育てて育いくっだから広島に行くと外国人の選手はいるんだけど、はい、他のチームはもう1軍で使えるだからちゃんと給料も高い、はい、選手を2人取ってきてて、うん、あピッチャーあの時1人3人だったかな全部でだから2軍にいるってことなかったから、うん、だから助っ人はすごいもんだと思ってた、ねえー